竹竹細工 JR 大分駅に展示されている、別府竹細工の巨大な竹籠竹細工は、竹を加工したり、竹ひごを編み込んで細工物を作ったりすること。または、日用品、農具、魚老具などの荒物、茶道具などの工芸品、竹トンボや、水鉄砲といった玩具の中で、竹を素材とした細工物のことを指す。竹ひごの編み込み方、変素の種類には、 基本となる六つ目編み、四つ目編み、小座目編み、アジロ網白編み、さらには異なる太さの肥後を駆使したみ、波、網白や浅野葉編み、松葉編み、やたら編みといった装飾的な特徴を高めたものなど、用途に応じて様々なパターンがある。素材となる竹にはまだ毛が最も多く利用されており、伐採したままの青竹、火で炙ったり、火星ソーダで煮沸したりして油抜きをした。 さらしだけ、ある程度炭化させた、炭化地区、伐採後数ヶ月から数年間自然に枯らしたもの、家屋の屋根裏で数十年間いろりやへっついの煙で、いぶされたすすたけと、種々の素材が流通する。これらは、弾力性、硬さ、耐久性などが異なり、利用目的によって使い分けられる。青竹は、容易に入手できるが、耐久性に問題があり、さらし竹や、 単価地区に加工することでその問題点は改善する。すす竹は独特の色をしており、硬く耐久性に富むが入手は困難である。間だけに次いで妄想地区も多く用いられる。妄想地区はもっぱら青竹のままで利用される。別府竹在庫や北の竹橋などの竹工芸の盛んな大分県は、間だけの面積、生産量とも全国一のシェアを占めるとともに、 蓄材業者も多いため、加工された素材も入手が容易である。経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されている蓄光品には以下のものがある。ありがとうございます。